こんばんは、ジェイドサトクリフです。では今日も5分間クロッキーを始めていきましょう。はい、では今日の絵はこれです。今回からまたちょっと絵が変わってますね。ではトレースからやっていきましょう。サイズ感がだいぶ今回も大きいですね。前にも言ったと思うんですけど、上下に絵が狭いと素材を作ってる時に大きくなるんですよ、どうしても。どうでしょう、分かる人には分かるかな。小島よしおに見えます。あの人確か早稲田ですよね、違いましたっけ。嘘ついてたら申し訳ないですが、すごいですよね。こう基本芸人さんにリスペクトのある人間なんで、すごい誰かが好きっていうわけじゃないんですけど、人をあんだけ楽しませる能力があるっていうのは、あ、こんな筋肉のつき方してるんや。すいません。人をあんだけ楽しませる能力があるっていうのは、こうか。で、これはふくらはぎか。すごいなと思います。偶然人が笑うっていうのはあると思うんです、何かが面白くて。ただ芸人さんって一応って言ったら失礼か、考えてはるじゃないですか。あれができるっていうのはすごく頭のいい行為だなと思います。横顔難しい。よしの意味が分かんないですけどね。あ、今回は時間かかるぞ。これね、休みの日にね、これを一人で作業してるとね、前も言いましたけど、どっちかなんですよね。すっごい楽しくなるか、すっごい辛くなるかなんですよ。辛くなるときはもうやめるんですけどね。で、体調コントロールが結構得意で、体調崩さないんですよ、あまり。風邪もひけへんし、調子も悪くならない。年に1回あるかないかなんです。で、ない時は1年2年普通に元気というよりかは不調にならないんです。で、元気なおっさんが家で一人で黙々と絵を描く、この5分間クロッキー以外にも絵は描くんですけど、すいません、ちょっと鬱陶しいと思うんですけど、5分間クロッキー以外にも絵は描くんですけど、
ハマればね、多分ね、何かが出るんですよ。アドレナリン的な、ドパミン的な、何かが出るんで、気ぃつけばもう数時間、あっという間に経ってしまうんですね。ゲームとかでもそうなんですけど、集中がガツってハマれば、結構いけるんですよ。3、4時間ぶっ通しで。ただ、ハマらない、もしくは途中で切れる、その集中がね、切れた達成感がない時が多いかな。達成感がない時はもうね、心のダメージが大きいんです。半端じゃなく。ねえ、なんか今日はね結構ノリノリでできるんですけど、こうボツになってる動画とかになると、もう言うてることがね、こんだけ喋れないんですよ。まずで喋れない上に、なんて言うんでしょう、うまくいかないからかな。うまくいかないから余計に喋れないんですけど、もうそうなってくるとね、ただただ辛くなってきてやめることがあります、たまに。たまね、こう表現がいいか悪いかは別として、ずっと家にいてると鬱になるとかっていうことを聞くじゃないですか。仕事でどうしても外出るんで、家にずっといてるっていう、ああ5分測ってないですね準備ができない最たる例の一つですね。まあこんなもんでしょう。5分はい、消してみます。ちょっとやっぱ型が違うかな、こっち側の足はちょっと、でもちょっと太いな、うん、はい。では5分測ってなかったので、これぐらいで終わります。今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。使っているソフトやツールなどは動画概要欄に載せておきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。